では今回はイゴルの使い方を説明していきたいと思います。まずイゴルを開くとこのように画面が出ると思います。まあこのテーブル毎回出てくるんですけど、私の場合はよく消します。それでまず基本的な使い方ですけども、まず最初にフォルダを作ります。今ここにLinux や他のものと一緒でフォルダで管理することができます。で、ニューフォルダーというボタンを押して、例えば元素名でもいいですけども、あとは私の場合は回数入れますね、1とかこういうふうに、点でも入れられます。例えばフォルダー、これあれですけど組成名入れたりもできます。こんな感じです。まあ好きなものにすればいいんですけど、でそしたらこの矢印を、作ったフォルダに向けます。そうすると今このフォルダが使用できる、このフォルダ内が使用できる、使用できるという言い方があまり良くないですね、が、データが対象になるということですね。で、例えば入れてみましょう。ここにX 線解説のデータがあります。で、もう先ほどみたいにドラッグ&ドロップでできるので、そうしていただいて、あとはもう、例えばこんな風に入れます。で、ここの十字のボタンを開くとダウンロードしたデータが出てきます。で、タイトルのこれウェーブというんですけども、データのこのこれのことですね。これを、好きな名前に変えることもです。ここにあるように、例えばこんな風にですね。で、こういう風にしてウィンドウで作ってみましょう。で、グラフ、ウィンドウで真偽グラフで2シータとインテンシティ選べばこういうふうになるということです。で、ちょっと縦軸も横軸もおかしいですね。で、これ図が出てませんけども、これは全体指定することができます。コントロールと A を一緒に押しますと、このように全体の範囲になります。で、ちょっと見えづらいですね。まず、折れ線実行して、こんなふうになります。横軸、縦軸の表記もおかしいですね。こういうときは、ここをクリックして変えるということですね。例えば、もうちょっと良くないですけども、本当はここは、書き換えが必要ですが、まあ、ちょっと今回簡略的に書いておきます。こんな感じですね。本当は ARB オービタルユニットっていうのを書かないといけないですね。こういうふうですね。で、こっちも本当は、2シーターですけども、ちゃんと書かなきゃいけないです。本当はどうっていうのをやらなきゃいけないですけど、ちょっとここはうまくできてないですね。まあちゃんとやらなきゃいけないですけどね。スイーターも本当はこれはシンボルですから、ここもフォントでシンボルというのを SY と入れると、 M と入れるとシンボルと出てきますので、で、ここで、シータのやつを、どれがシータかちょっと分かんないですね。あ、出ましたね。こういうふうにするということです。で、斜めにしたい場合は、ここに記号がついてまして、スタイルでイタリックというの、車体というのをやると車体になります。で、車体を戻すのもできます。スタイルでこのチェックを外してこの後やると。で、これどうだったかちょっと忘れましたね。特別なやつで、探すしかないですね。特殊文字っていうのがどこかに出てくると思いますので、特殊文字はまあちょっと見つから、ここで文字で特殊文字のところから、対応するのを探してくるという感じですね。こんな感じですね。まあこれでいいかどうかちょっと後から見直さなきゃいけないですけど、で、縦軸の範囲もおかしいので、まあ自動メモリや手動メモリもありますけども、まあ今回はちょっと分かりやすく簡単にしていきたいと思います。で、こんな感じで図が作れます。で、ノーテーションも入れられます。それは、グラフで、注釈を追加で、テキストボックスで判例というのを入れますとこんな風にできます。で、ここの文字を変えれば例えばいけますね。こんな風にできますね。で、こんな風にできます。文字を大きくしたい場合はもう一回クリックして、例えば私の場合はフォントでエリアルを使うのでエリアルにして、サイズ例えば16とかにします。こんな風にできます。で、こちらのものも、変えられます。こっちの縦軸を選択2回クリックしてもらって、例えば、軸反対軸オンで、軸を離すは離さない、ここにはチェックを入れてないですね。チェック外してください。で、フォントエリアルでサイズ16というふうにします。で、ここの下のボタンをクリックしてもいいんですけども、ここで軸のボトムの方も選んで、軸は離したのかな、ちょっと待ってくださいね。
話すですね、あ、話すにチェック入れないようにしてもらって、でフォントっていうふうにします。そうするともうここの文字がエリアルになって、うまくいってくれるということですね。で、じゃあ次の他のものもやってみましょう。まずこの矢印を、ルートに戻してニューフォルダーです。で次のサンプルやってみましょう。例えば別のサンプルです。これちょっと私が勝手につけてる27番番号ですけども、例えばサンプル番号ですけども、こういうふうに入れます。でここで追加します。このまま追加してみましょう。でこんな風に出てきます。でクリックしてやるって、色変えてみましょう。でこんな風になります。それで管理が結構めんどくさいですね。ここの名前を変えなきゃいけないとかいうことがあります。そういう時はここの名前をもうすでに変えてしまうんですね。この今日のところの名前を変えてしまえばこういう風に変わりますので、いちいち管理がするのはめんどくさければもうここのところのところを直接書き換えて、その対応する名前にしてしまうということです。そうすればもう自動的に連動してくれますので非常に管理が楽になります。このようにして、図をプロットしたりできるわけですね。でこの手順、今までやってきた手順というのは実はこの下のところのコマンドのところに全部羅列されています。なのでこのコマンドをですね、手で打ち込んだりコピーを&ペーストしたりすると同じようなことが行われるようになります。で実は、このコマンドのところを、メモ帳などでコピーしておいたり、あとはマクロのところに、後から後ほど説明しますけども、説明する、パネルのマクロなどに入れておくと、もうボタン一つでこの図ができてしまったりするということになります。今回やったところのものをできるだけ、そうですね、コピー&ペーストできればいいですけども、例えば、ここからここまでコピーしてメモ帳で貼り付けると。で、なんか不穏なのがいくつか出てきてるんで、この米印っていうか何ですかね、このモアークのついたもの以外のところは、エラーメッセージとかなので覗いてください。他の部分がコマンドでうまく入力できたところです。なのでこういうふうにしておきます。で次回からこれをコピー&ペーストすればいろいろとやってくれるわけですね。ここにペーストしてでエンターやるとやってくれます。あ、ちょっと変なのがあるので、このウェイブゼロとかは前使ってた時ないですからね、うまくいかないんですけど、こういうのは覗いておきますからね。まあそこはちょっと考えるところですけども、例えば縦軸と横軸変えたいというのらは非常に便利です。ここにラベルいくなんとかっていうコマンド書いてありますけど、これはヘルプ、ここにあるめんどくさい、非常にめんどくさいヘルプなどを見ると、このコマンドが何に対応しているのかというのが分かりますので、特によく使うのは縦軸と横軸の名称決定ですね。このラベルとついているところが非常によく使えます。なのでここの部分だけ残しておけばいいかもしれませんね。このようにですね、こちらも残して、レジェンドもまあいいでしょう。ラベルこういうふうにラベルだけ残しておきます。こうやって残しておきましょう。でこうしておきます。じゃあちょっともう一回開いてみましょう。開いてみてもいいですね。まあ閉じてみましょう。こうやって、図が消した、完全に消したあるときはここのファイルも消すことができます。なのでもう一度似たようなのもやってみましょう。こんなのを作って、ここで入れて、ここですっと入れて、読み込む。で、グラフ作りますね。こうやって作ります。で、ここもこれひどい状態ですね。なので、これをコピー&ペーストして、あ、これも過去のが残ってるんでいけないですけど、でここに貼り付けと、でエンターすると、で自動的に縦軸と横軸が変わってくれましたね。ここが変わるコマンドはちょっとちゃんと調べてなかったんでいけないですね。今出てきますから、これこのコマンドが足らなかったところですね。なのでこのコマンドをコピー&ペーストしていきます。であとこのもう一個前の全体表示のやつもしておきます。そうすれば次回やった時にうまくやってくれます。あ、米印がなくなっちゃった。これでいいですね。もう一回じゃあやってみましょう。このようにして、で、このメモ帳のやつをコピーしてハートにつけておけば、自動的にこんな風にやってくれるということですね。あ、ノーテーションまでできてくれましたね。ここあれですけど、こんな風にできます。でこの後、また後ほど、この後ですけども、パネルの
パネルマクロを作ってボタン一つでこれができるように、コピー&ペーストしなくてもいいようにする方法を説明したいと思います。